よし、揃ったな。待ってくれ。もう少し時間をくれればこちらも手だれを用意できる。そうですね。わしが行こう。千代様、それに海老蔵様も。お前たちは警備を固めよ。今の混乱した里は砂よりも脆いでな。しかし。何、心配せずともよい。そやつらも実力者ぞろいなのじゃろ。そうそう危険な目には遭うまいって。ん？カカシ先生にいきなり何すんだってばよ。この時はよくもこの葉の白い牙め。息子の仇、今日こそわしが成敗してくれる。いや、私は運動無用じゃ。おい姉ちゃんよ、よく見てみろよ。よく似とりはするが、こいつは白い牙ではねえよ。は？なんてな、ボケたふり。なんだってばよ、このばあちゃん。なるほど。で、そのお二方が砂の相談役である。千代婆様と海老蔵様ですか。ああ。ここで立ち話する時間もそうあるまい。すぐに奴らの追跡に向かうぞ。しかし、千代様。なんせ可愛い孫を久しぶりに可愛がってやらねばならんからの。孫？先ほど勘九郎が意識を取り戻し、暁の中に赤砂のサソリが属していると判明した。赤砂のサソリ。赤砂のサソリとはわしの孫のことじゃ。だが今のあやつは風影を襲った一味に過ぎぬ。ならば身内の者が罰を与えねばなるまい。なのどうでもいいからさ、さっさとガーラを追いかけようぜ。そうじゃ、早く追わぬと取り返しのつかぬことになるぞ。千代様のことよろしく頼む。わかりました。それでは。カカシからつい先ほど連絡があった。暁の奴らは風影を連れ川の国へと向かっているとのことだ。そこでお前たちにもカカシ藩と同様の任務を与える。直ちに川の国へ向かい、カカシたちと合流。その後互いにサポートし任務をこなせ。わかったな。よし、川の国まで一日で行くぞ。
いえ、ガイ先生、半日で行きましょう。どう考えたって3日はかかる。そういうノリでする会話やめてください。もうよし、みんな川の国に向けて出発だ。頼むぞ。川の国に急がねえと。待ってろよ、ガラ。よし、ここで一度休憩を入れるぞ。何言ってんだってばよ。せいてはことをし損じるってな。焦りすぎるとかえって失敗することがある。ガーラ君を連れ戻したいんだろ。だったらいつもより慎重にならないとな。疲れは判断を鈍らせる場合がある。お前ももうわかるだろう、ナルト。ナルト。分かったってばよ。遅かったな。すぐ準備しろ。思いのほか強くてな、人中力ってのは。
院術炎流急風神。川の国までもうすぐですね。ねえ、そろそろ休憩しない？テンテン、修行が足りませんね。何か来るぞ。後ろだ。お久しぶりですね。お前は知っているんですか、ガイ先生。誰だ。珍獣は頭の方も獣レベルのようですね。まあすぐに思い出させてあげますやで。こいつ、とんでもないチャクラの量だ。これが暁。さあ始めましょうか。こいつは、これは一体どういうことなんでしょう。わからん。おそらくは奴らの術か何かだとは思うが。みんな、こいつが気になるのはわかるが、今はここで足を止めているわけにはいかない。そうですね。よし、調べるのはまた今度だ。今は先に進むぞ。おっす。